皆さん、今日はね、僕の夢が叶う日であります。それは何なのかというと、シベリアというお菓子を初めて食べれます。これは僕の夢の一つでありますね。はい、シベリアというのは、最近風立ちぬというジブリの映画を見たんですけども、そこで主人公が食べていたお菓子ですね。パン生地みたいなのに羊羹が挟んであるお菓子ですね。まあでも全く見ないんで、それを見て僕も食べたくなって、結構スーパーとかコンビニとか探し回ったんですけど、全く売ってなくて、半ば諦めてたんですけども、最近近所の商店街に行く機会がありまして、そこにね、山崎ショップっていうなんかパンとかお菓子とか売ってる古い店があって、そこに入ってね、おばあちゃんにシベリアあるかって聞いたら、まあ、今はないけど、入荷することはできると、で月曜日仕入れとくわって言ってくれたんで、じゃあお願いしますと。それが2日前ぐらいで、今日がなんとね、その月曜日です。ついに夢が叶います。で、今からね、この高揚する気持ちを抑えて、冷静にね、事故しないように山崎ショップまで行って帰ってきて食べたいと思います。入店入店。シベリア入った？入った。あ、これやで。どれ？シベリア。あ、これや。これ？これ買います。はい、250円です。もう一個買います。これ好きな？え、食べたことないんだって。誰？あれで見て、映画で。あ、ほんと？ありがとう。ありがとう。まだ来るわ。バイバイ。はい。ついに、4個。私もいただきます。あ、しっとりしてんね、だいぶ、うん、外の皮が、うん、中が羊羹。うん、羊羹というかあんこっぽい。うん、